ハリーの玉名は熊本県玉名市にある複合商業施設である。1982年2月に玉名久し屋として開業。2階建ての店舗に約仙台を収容可能な立体駐車場を併設している。玉名市内には福岡丸食を各店舗とする、等はショッピングセンターという規模が約半分の店舗しかなかった。そのため、 1999年2月期には、ことぶき屋全体で第9位となる48億8千万円の売上高を計上した。しかし、ことぶき屋が2001年12月19日に、熊本地方裁判所に民事再生法の適用を申請して、事実上倒産し、商品の調達ができなくなったことから2002年1月31日をもって、ことぶき屋は全店舗を閉店した。 その後、九州ジャスコによるジャスコ玉名店として2002年5月25日に営業を再開したが、ウッド店と同時期の2011年2月20日に閉店した。他業態への転換がないジャスコの閉店としては最後となった。施設の老朽化や競合店の増加により、ウッド店と同様に売り上げ高はピーク時から30%近く減少していたという。その後、 県内の菊池市を拠点とする地場系のスーパービッグミカエル玉名店が入居し2011年5月19日に開業した。しかし国道208号を挟んだ向かいに夢タウン玉名が2013年10月23日に開業し競合したことなどから2014年3月31日に閉店。現在は同年7月24日より出店している。 ディスカウントストアのダイレックスタマナ中央店が各テナントとなっている。ありがとうございます。